N 国党の大橋さんっていう人が今柏市の市長選かなに出てて、で8月4日に投票なんだけど、まあ、最近その選挙になんか妨害する輩が現れるっつって、わりかしなんかツイッターとか YouTube の動画を騒がしてんだけど、なんか今日もなんか老夫婦みたいなのが、まあ、ヤジを飛ばしたみたいなんだよね、演説に対して。でそれでその後私人逮捕だって言って、まあ、立花さんもいて、で警察に持ってっちゃったんだけど、それをなんかその反 N 国党の人たちが、地代さんって人がいて、ね、その人がなんか放送してて動画撮ってて、その N 国党やりすぎなんじゃないかとか言って、なんか動画上げてって、なんかそれを見てたんだけど、めっちゃ面白くて、その N 国党にいる大橋さんっていう人が、なんか面白いんですよ。噛みつくフェレットみたいな顔してて、ウィーンとか言って、お前やってんだろとか言って、すぐ絡むんだよね。そう、なんかすごい牙の生えたフェレットみたいな顔してる人いるでしょ。背の高い。そう。なんかその人の動画見るのめっちゃ面白いんだよね。なんかね、やばいの、なんか、絶対通んないでしょっていう、そんなことしたらみたいな。動画拡散されたら通んないでしょっていうぐらい、やばいんですよ。どういうつもりなのかなみたいな。いや、言っても、やっぱ政治家とかそういう道を目指してる人たちって言うて結構したたかな人多いじゃん。違うんですよ。てめえなんで撮ってんだよ。あ、喋りてえのか。撮ってる質問しろよ。あ、なんだよ。お、目見て話せねえのかよ。おい、帰れよ。おい、妨害だぞとか言ってこうやって言ってんだよ。いや、ほんと似てんだよ。ほんとこういう感じなんだよ。おい、あ、あ、なんなのかな、来てなんなのかな、喋れないのかな、目を見て話さないから、何撮ってるよ、こっちも撮ってるよ、何か文句あるの、え、何また来ちゃってさ、話すことも何もないんだわとか言ってこうやってやって、いやマジで、いや見てきたらわかるんだけど、ほんとこんな感じやん。うん、マジで俺と戦ったらバズるぐらいな感じ、喧嘩突みたいな感じですよ。いや俺マジで俺なんだよ、俺みたいな感じ。ノリさんと同じなんだ。メガネかけてないノリさんですよ。メガネかけてないノリさん。そのまま。うん。で、まあその N 国のその私人逮捕が多すぎると。大阪の立花さんが堺市長選出た時もさ、まあ老夫婦がさ、わーっつってさ、まああれはまあちょっとマイクでこづいちゃったってのもあるけど、まあそれで暴行だっていうことで、私人逮捕だって警察来るまで腕押さえて、まあ持ってったやつだったけど、まあ最終的にはそのご老夫婦が謝ってさ、一応、チャラになったんだっけ、あれも。うん、まあ大きなことにはしませんよって話には収まりましたけど、まあ多いよっていうことで、まあ結構ちょっと N 国批判も、そのちょっとその活動家の人たちのツイッターから結構広がってて、リツイートも1000とか2000とかも言ってて、うん、まあせっかく今立花さんが参議院選で通ったところでね、まあちょっとそういう風にネガティブキャンペーンやってる人たちもいるんだなっていうので、ね、まあ僕全然関係ないんで両方見ながら楽しんでるんですけど、うん。いやーでもまあどうだろうね、 N 国もね、やじって行かれたら、俺この前沢に行きの時だったら一発で行かれてるってことでしょ、俺。沢に行きの時にさ、俺さ、わーとかってさ、拡声器でさ、おもちゃの拡声器だけど喋ってたわけじゃん。同じことをさ、N 国の時に確実に行かれるってことだよね、俺。怖ー、でもそれは。ただ、大橋さんもああやってなんかブワーってやっちゃうと、N 国としてもまずいよね、今ね、立花さん。立花さん、ちょっとおとなしくなったじゃん。今結構アベマプライムとかいろいろ出ててさ、真面目なことも話されていて、まあ、いよいよ本当にもう政治家としての活動家っていうところだけど、顔は大好きですけどね、めっちゃ面白い。配信者やってほしいよね。何？文句あるの？だったらスカイプかけてこればいいじゃん。え？何？目見て話せないの？は？言いたいことあるから来たんじゃないの？言えばいいじゃん。おい、質問聞くよ。おい、おい。質問聞くよ。なーに？え？話すことないの？え？いるじゃん。うん、いいよ、聞くよ、聞くよ。だからさ、毎回来ても何にも喋んねえじゃん。え？みたいな。うん、こんな感じでしょ。でも、マジで配信してほしいもん。いろんな意味で、N 国関係の動画のバズり方やばいからね。すごいよ、ある意味 SNS というか、ネットを使った売名方法がえぐいよな。普通に何十万再生すぐ行くから、ムーブメントだなと思うけどね。やばいなって、今多分政治関係で一番勢いのあるっちゃあるよね。まあいいか悪いか別として。あとさっきあれか、そう、元ニコ生で FC ツイッター女の子自殺しちゃったって、この前なんかね、夜中に配信、コミ書かれたんだけど、
あのカタカナで書かれて全然分かんなかったんだけど、まあいろいろツイッターで調べたら、あ、俺も1回2回ぐらいニコ生で配信見たことある子だなと思って、なんか結構過激な配信してて、外配信でいきなり服着替えたりとか、女の子なんだけど散歩配信しながら暑いからとか言っていきなり道端で T シャツ脱いで下着姿になって服着替えたりとか、そう、なんかオナニー配信したりだとか、なんかちょっと結構まあその性的な感じではっちゃけるタイプの子で、まあ言うてなんか結構お薬飲みながら自分のあの精神コントロールしてるタイプの子だったんだけど、そうそうそう、なんかそれでニコ生から FC2 に行って、ニコ生ってすぐエッチなやつって放送バンされるじゃん、今結構厳しくなってね。ほんでなんか FC2 行ったんだけど、 FC2 行ってからなんか男とかも絡んだりとかして、まあなんかちょっと不安定になっちゃったのかなんかあれなんだけど、あの生放送つけっぱなしにしてる最中で、まあちょっと電波も不安定でプツプツだったんだけど、なんか5、6階のところからピョンって飛び降りちゃって、でそのまま帰らぬ人にということで、まあ一応同居というかお付き合いしてる男性の人が亡くなってしまいましたつってこうツイッターにつぶやくなどして、まあ分かったということなんですけどね。でもどうなんですかね、あのお薬の作用でふわふわしてる間にピョンってすると、まあそれはそれでなんあれなのかな、特に意識なきままいけるって感じかな、気づいた頃にはもうあの世行っちゃってるってことでしょうね、きっとね。分かってないだろうね、多分ね、お薬とお酒同時に飲んでたらもうふわ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 してる状態だからね。来世に期待しようねみたいな。でもどうします、これって分かんないけど、人も動物なんで、どう死を迎えた後どういう結末があるか分からないけど、地球が始まって以来、例えば人間っていうものが、まあ、一応さ、そのエンジン類から人類へっていうその進化の過程のところが100万年ぐらい切れてるんですよ。だからダーウィンの進化論とか今首かしげられてるんだけど、どうなのみたいな。もし人間がさ、他の世界から来た生き物でさ、そもそも魂の数とかがさ最初から決まっているんだとしたらさ、人間も死んだらさ、今度別のところに魂が入ってさ、また別の人間として生まれ変わるわけですから、もうもしかしたらもうおぎゃーっつってどっか他の国かどっか他の世界でもう生まれてるかもしれないですよ、うん、死んだ後に。そう、もちろん前世の記憶はほぼなくなるけど、でたまになんかバグでとかでちょっと残ってる人もいるのかもしれないけどね、あるかもしれないよね、本当にずっと回り続けてるかもしれない。でも前世の記憶がなかったらずっとループしてることも分かんないからね、俺たちも。そう、